改めてですね、大変名誉ある栄誉ある賞をいただいたのだなということを実感しております。まあこれをですね、大きなまあ励みとして、まあ引き続きまあ騎士としてまあ前向きに進んでいかなくてはいけないなという決意を。 新たにしました、まあ、今まで、うん、表彰を受けるというケースは、まあ、かなりあった方だとはまあ思うんですけれども、まあ、今ょはですね、本当に自分にとっては、うんまあ、身に余る光栄で、い、え、ま、ー、だに、うんまあ、実感という意味では、まだちょっとわからない部分もあるんですけれども。 棋士、まあ、としてまだまだ、えー、これからですので、えー、この受賞を今後に非常に期待していただいているというふうに、えーまあ、解釈しているんですけれどもあの少しでも、えー、成長していけるように棋士、えーまあ、としても、まあ、一人の人間としても、えーまあ、努,力努力していかなければいけないなというところです。